メイドでエヴァタイおいはい、ということで、はい、メイドさんになりました。なりました。我々がエヴァを打ちます。はい、はい、もうそれだけの企画でございます。はい、ねえ、かわいいね。かわいいね。褒め合い褒め合い、ちょっとこんなふわふわでいいのかなっていう感じなんですけれども、はい、一応ね、あの、うん、メイドさんということでメニューがございます、うん、あら、はい、本日のメニューはこちらとなっております。かわいい。かわいいよ ねすごいメニューらしいメニューが、メイドさんのお店な感じ、はい、うん、はい、あるんですけれども、こちらが一応まあミッションではないんですが、うん、こんなね演出がたくさん見せられたらいいかなと、うん、エヴァでね、うん、見れたら嬉しいやつですね。そうですね、うん、はい、まあ、こちらを出すたびに、うん、あの一応我々にね、うん、あのいろいろ入ってきちゃうのかな、チャリンチャリンチャリンっていう、あのお支払いいただきますよっていう企画になっております。はい、はい、ということで、いっぱい出せる自信はありますか。気持ちは、うん、とてもたくさん出したいのですが、うん、今月ちょっと調子が悪い。あ、今月に入った途端に調子が悪い。パチンコの調子があまりよろしくないと、なので、もうここでね、ちょっと今日こうまさしげちゃんの麗しのパワーを吸収しながら大丈夫かな、盛り返せたら。でも確かに私の隣はよく出るんで、うん、大丈夫かもしれない、うん、あら、うん、ただ私もあんまり自信がないから、うん、そう、今日2人しかいないからね。そうなんだよね。そうそう、まあ、当たりはもちろん演出もたくさんお見せして、うんうん、あのいろいろ盛り上がってワイワイ やれたらなと。そうだね、うん、エヴァの楽しいところをいっぱい堪能できたらいいよね、うん、いいよね、うん、はい、皆さんにも堪能してもらえるように、はい、じゃあ頑張りたいと思います。はい、それでは実践スタート。はい、ということで、はい、2人で並びで実践の方頑張っていきたいと思います。思います。いっぱい見せましょう。頑張ります。頑張ろう。一応カスタムは入れました、うん、あ、何カスタムで。ね、うん、全部レバブルアップ、うんうん、フラインパクトフラッシュアップ、うんうんうん、あ、なるほど、うん、私もレバブル入れました。うん、レバブル欲しいね。ね、レバブル欲しいね、うん、まあでもなくてもね、うん、みたいなところがエヴァのいいところよね。そうね、うんうん、そうですね、ちょっと今日は2人で、うん、なかなか2人珍しいよね、うん、珍しいよね。しかもこんな形でさ、うん、結構会話しながらみたいな、そうっていうのが、あるっけ。ないよね、多分ないかもしれない。そうだよね、うんうんうん、初めてかもしれない。あらあら、あらあら、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、うん、なんか変な感じするな、ね、うん、え、チェリちゃんは結構エヴァ打ってる。エヴァね、うん、なんか最初の頃本当にダメで、うん、ちょっと苦手意識強かったんだけど、うん、なんかラギちゃんにひたすら打ってたら、うん、私も最初はダメだったけど、うん、ある時突然やれるようになる時が来るから、うん、負けずに打てみたいな。なるほど。ラギオに言われて、ラギオに教訓をいただいて、うんうん、こう、あの、心折れながらも頑張って打ってたら、うんうんうん、打ち続けて、そう、言われた通り、うん、もっと急にやれる時が来て、うん、それから楽しくなって、ちなみにその、うん、初めてやれたみたいな時はさ、うん、どれぐらい出たの。え、でもね、全然、うん、あの、6000発ぐらい。あ、そうなんだ。それなるほど、それまでがじゃあ本当にダメだったんだね。あの、当たってもラッシュに、うん、インパクトモードに行けないとか、うんうん、あの、そのまま行ってもスルーしちゃう、そう、すぐ、そう、うんうんうん、終わっちゃうみたいので。なるほどね。もう弾がね、うん、もう持てなかったから、じゃあ本当によっぽどだね、うん、それは。そう、だから、あ、もう本当にちょっと私相性悪すぎるから、うんうん、ダメだわ。あのね、エヴァシリーズでずっとそうなの。あ、そうなんだ、うん、あるよね、まあ、シリーズでね、シリーズで得意もあるし、もちろんね。そうそうそう、
確かにこのシリーズダメなんだよなみたいなのもあるある。そう、それでね、エヴァ自体はエヴァンゲリオン自体は好きなのに、なるほどね、そうパチンコがどうもね、うまくやれなかったのがやっと克服できて、今はね、そこそこ連チャンもできるようになって、そうでね、楽しいっていう感じになった、よかった。そう、ちなみに私も一緒だったんだけど、あ、そうなんだ、ほんと最初の頃、全然連チャンできなくて、まあでもね、いつも6000発で割るなぐらいだったから、チェリちゃんよりちょっとマシだったかも、ね、私のなんか、あ、今日やれたって思った最低レベルのところ今割と立ってたかもしれない、ごめん、全然そう、でもみんなみたいになんか1万発とか、そうだよ ね、そうすぐ出るやん、ね、全然できないよってなってて、そうで収録とかで打っても、なんかね、何にもできなくて、5万円なくなって終わっちゃったとかもね、いやそうなんだよね、よくあった、そう、めちゃめちゃハマって、もう何なんだろうみたいな、ね、結構心折れたりしてたけど、確かに、そう、でもやっぱ一回ね、ちょっとね、味わうと楽しいよね、いやそうなの、確かに。え、ちなみにじゃあこの演出で、なんだろう、出したことある、珍しいのとか出したことある？全然ないよ、まだね、苦戦してる期間が長すぎたから。あ、そっかそっか、そう、やっとできるようになってからそんなに経っていないからね、まあ、出したやつの方が少ないと思う。あ、でもそれはね、私もそうだよ、ほんと、霊背景とか、ね、そうそう、まあ、結構絡んでくれる霊背景だったりとか、金ワークステップ5とか、次回予告とか、その辺は、出しているが、あとまあカオルくんだね。そうだね、カオルくんだね。でも確かにね、私も全然まあ見たことないんだけど、最近、初めて初号機保留が出た。あ、いいな、でもね、あ、まあ時短中だったんだけど、そう、時短中の方が出やすいのかな、ね、外れちゃった。あー、そうだったんだ初めて見たけさ、めっちゃ熱いかなってなるよね、あ、やったって引き戻しだと思ったら全然外れて、そう、調べて、あ、60% ぐらいかみたいな、6割しかないのかってちょっと悔しかった。ちょっとがっかりしちゃうね、悲しかったわ。え、なんかさ、これ見れたら嬉しいなみたいのある？私ね、それは格納庫かな、出してみたい、はい、そうだね、ね、なんかね、扉が開いたら格納庫にいるんでしょ、格変なんでしょ、やばいよね確かにテンション上がる。 え、これって本当かどうか知らないけどさ、格納庫だから格納庫でちょっと聞いたんですけど、え、嘘、本当、言われたらそうだね、え、わかんないよ、わかんないよ知らんけどそう、各濃厚って、しげちゃん以外の、あの、ここにいる人みんな同じ顔してた、へーえ、わかんない、本当かどうか知らないけどね、でも確かに、チェリちゃんはどれ見たいとかある？やっぱ水玉柄見たいね、見たいね、あ、じゃあこのステージでちょっととどまっとこうかな、あ、本当にずっと一回ちょっとね、ステージしたら、じゃあこの辺でとどまって、ね、え、でもなんかさ、どのタイミングで出てくるんやろうと思って、そうだよね、あんまりさ、この平和なさ、ところさ、長いとちょっと飽きるよね、あ、わかるちょっとね、ちょっとね、見たい気持ちもあるけどね、ちょっとステチェンしようかなみたいな、そうなんだよね、わかる、やっぱカオルくんには会いたいよね、それは会いたい、え、ST 中はさ、何にしてる？ST 中ね、シンジ君の普通の、あ、そうなんだ、そこはシンジ君なんやね、いや、なんか変えるの怖くて、へぇー、なんかずっといろいろやってってダメで、その、初めてちょっとやれた時がシンジ君だったから、そう、ずっとそれで、もうずっとそれのままで、わかる、同じだね、あるよね、なんかそういうのね、私も初めて出した時に、カオルくんだったの。あ、そうなんだ。で、レバブルだけ入れて、カオルくんカスタムで20連したの。そう、だから
そっからずっとカオルくんにしてる。そうなんかさ、原価付きじゃないけど、なんかそれでやれたからなみたいなね。違うことして、なんかうまくいかなかったらやだなみたいな。わかるわかる。そう、一回やっぱいい思いした時のね、そうそう、ことをね、やっぱたどろうとするよね。そうなの。似てるね、なんか思考が似てるよね。え、なんかさ、一回だからちょっと調子のいい時に他のモードに変えようなんて絶対思わないよね。いや、思わない。絶対思わないよね。わかるわかる。それやると絶対ダメな気がする。そう。そうなの。そうなんだよ。わかる。え、あるあるだよね、多分ね。だからずっとしんじくんよ。確かに。へえ、わかるわ。でも今日ちょっと動画見てきてさ、うん、たまたま見てた動画がちょっとエヴァ打ってて、アスカでやってたから、あ、アスカもいいなと思って、うんうん、今日やろっかなってちょっと思いながら来たんだけど、でもやっぱカオルくんがちょっとやっぱ、ね、ちょっと気持ちは揺らいだけれど、揺らいだけれども、うん、その動画でもすげえ連チャンしてたから、うん、ちょっと揺らいちゃったんだけど、なんかさ、人がさ、やれてるの見るとさ、うん、なんか同じ感じにしたら自分もやれるんじゃないかみたいな、ちょっと思うよね。思う、うん、そう、すごいわかる。ちょっとやっちゃおっかなって思ってたんだよね。あらあら、やっちゃおっかな。もしかしたら、うん、今日違うしげちゃんになるかもしれない。新たな、新たな、ね、確かに最近そんな二重霊なんて全然全然やっぱできないから、変えてみようかな。でもそれでね、うん、いい結果になったらそれはそれでまた ね、またね、選択肢が増える。うん、いいね、引き出しが増えちゃいますね。うん。いや、ちょっと当たってからね、当たって、そうだね、はい、当ててね、やりましょう、それを。もうすべてにおいて、うん、当てるところからだから ね、 ね、当たらないともう何もね、そもそもね、あ、発展してほしい。あ、行って行って。最終号機リーチね、メニューにもありますから。そうだね、消えないで、消えてかないで、出てきて。まあね、あまあそんな簡単には。そうね、なんかもうあれだよね、うん、あの上の方さ、雪降ってるんだよね。ああ、降ってる降ってる、ね、うん、急だよ、そうだよ、ね、突然ね、うん、確かに先週までさ、27度だったよね。そうそう、やばいよね、半袖着てたもん、うん、なんか一応上着持ってたけど、うん、暑いと思って。わかる、お昼ね、夏やったもんね、普通にね。そうそうそう、怖いよ ね、 ね、怖いよ ね、 ねと思ったらもう雪積もってるんですかみたいな。急になんか、上着上着みたいな、うん、え、だって急にもう今週ダウンだよ。いや、そうでしょ、やばいよね、すごいよね、うん、なんかね、普通に。いや、もうこの格好先週なら全然良かったけど、あ、そう、うん、今日は無理。いや、本当だよね、すごい寒いもんね。突然急に寒くてね、しかもさ、昨日よりも今日の方がかなり寒いじゃない、ね、だからなんか天気予報を見て、うん、よりによってなぜ今日みたいな。いや、本当だよね、なぜ今日気温が下がる、うん、みたいな。いや、この気温知ってたらこの衣装ちょっと NG 出してたかもしれない。うん、先週暖かかったんだよ。めちゃめちゃ寒いんです今日。寒いです。めっちゃ冬なんですよ。ねえ。いや、先週まで夏やったのにマジで冬。ね、怖いよね。怖いよね。うん、どんどんさ、地球がぶっ壊れてる。そう。秋と春が短くなっちゃって。ね、秋なんて本当にないよね。なんかあったのかないのか分かんないよね。ない、ない、なかった。なかったよね、もう。あ、ありがとうございます。優しい。うん、優しい。みんな優しい。みんな優しい。本当にみんな優しい。ね、恵まれてるよね。いや、そう。本当ね。なんか本当に優しい世界でさ、うん、生きちゃってるからさ。うん、なんかそれに慣れちゃって、もうちょっとこうなんか荒波に揉まれた方がいいじゃない。どうしたどうした。いや、もうなんかさ、うん、こうパチンコとかスロットとかさ、うん、お仕事の現場来るとさ、うん、みんな優しいからさ、いや、そうだよね、なんか世界は優しいなって思って帰る。このままでいいのかなみたいな。い、こんなに優しい世界にいていいのかな、うん、いや、確かにね、うん、外の世界知らないもんね、そうそう、きっと我々はね。そうなのよ、確かに。
どうしようかなんかさねえそんな感じでさ、うん、割といい年まで生きてしまってさ、いやそうなの急に今から違うことをやれって、うん、違う環境に放り出されたらねえちょっと大変大変だよねうんどうしようずっと優しい世界で生きていきたい本当だよねねえでも優しい世界じゃない世界ってあるのかな、うん、分かんない、でも、ね、意地悪な人とかいたりするんじゃないのよ、いるの、うん、分かんないけどよくさあの X とか見てるとさと、ね、職場のなんかあれとかいろいろね、確かにね書いてあったりするのを見ると、うん、確かになんかみんな世の中いろいろ頑張ってて偉いなって、うん思って、うん、もう自分もたちもさ、うん、頑張ってることはもちろんあるけどさ、まあね、ちょっとジャンルが違うというか、うん、毛色が違うというか確かに、うん、私さよく YouTube で、うん、あの2チャンネルのまとめの動画を見るの最近2チャンネルの動画のあ まとめの動画みたいのあるんだあるのよ、知らなかったもともと2チャンネルのまとめみたいな、はいはい、修羅場みたいな、うんうんうん、まとめの文章を読んでたんだけど、はいはいはい、それが動画になってる それが動画になってるの、だからそれでなんか変わった人とか、うん、ちょっとやばい人とかの話を見るのが好きで、うんうんうん、そう見てるんだけど、うん、確かにね意地悪っていうか変わった人、うんうん、っていうかもうやばい人とかいるんだなって、うんうんうん、いやそう思うよね、思うの、うん、やっぱ出会ったことないからさ、うん、まだ私さ、なんかさ、うん、あの結婚もしてないしさ、子供もいないけど、うん、あのママ友とかのトラブルのやつとか、そう、あの、うん、面白いよ、隣人のトラブル、隣人トラブルね、そうそう、うん、とか、あのその不倫とかのさ、うんうんうん、なんかそういうのとかのまとめのやつとか、うん、投稿のやつとかは結構見る、うん、そう、じゃあおすすめあったらちょっと送るね、教えてでもなんか動画とかでまとめられてるのは、うんうん知らなかった、あそう私も全然知らなくて、ね、最近そう見やすいよね、うん、なんかもうね聞いてるだけなんだけど、うん、いいね面白い、なんかほんとね隣人トラブル、うん、ママ友の話はよく出てくるな、あるよね、あるよね、本当にあんなことあるのかなって思うけど、なんかすごい怖い話していい、何いいよ、なんかね、うん、私がすごい怖かったんだけど、うん、あのやばい婚活女子っていうカテゴリーというかはい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 あってさ、うん、そのね本当にもう年齢もちょっといっちゃってて、うんうん、で婚活の、まあ、サイトなり、うんうんうん、結婚相談所なり行くけど、はいはい、もう自分の理想の人が全然いないみたいな、うんうんうん、この結婚相談所は全然仕事しない、役に立たないわみたいな、うんうんうん、人のせいにするのね、そうそうそう、うん、すごい書き本人が書き込んでたりするんだけど、うん、なんかあじゃあまず、ね、自分のスペックと求める条件を書いてみてくださいみたいな感じで書くと、はいはいはい、年も50歳とかで、あ結構あれなんだね、うん、しっかりと大人、そうしっかり大人だったりとか、あとだいたいそういう人は年収がめちゃめちゃ低いの、はい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 、で専業主婦希望とかだったり、あれね、なんかこう望んでるものがすごいレベルが高い感じの、相手に求める条件がだいたいもう20代の高身長、高学歴、やばいやばい、収入みたいな、あーなるほどね、うん、そうなんか現実の自分をこうちゃんと見れてないみたいな、でだいたいね、そういう人が言うのが、うん、あの昔はモテてた、あとかね、わかるそれそうそうそう、言っちゃってる人がちょこちょこいて、うん、まあそうじゃない人もきっとあの最近の人もいるんだけど、そこから多分進んでないんだよね、そう20代の頃がすごいモテてたから、うんうんうん、で、まあ、結婚とはならなくて、まあ、遊んでたんだろうけど、うんうんうん、でそのままの条件のまま求めるものがその時の状態のまま成長しちゃって、うんはいはい、なんか結婚しそびれちゃってみたいな、焦ったけど、うん、でもそこは譲れないみたいな、そう譲れずに、うん、そのまま婚活して、うん、ダメだってなってて、うん、なんでみたいな、うんうん、なんで私の求める私にふさわしい人が出てこないのみたいな、うんうんうん、でちょっと文句言っちゃってるのよ、うんうん、私未来の自分かもしれないと思ってさ、ちょっと待って、そんなことないでしょ、もうほんと不安なの、超怖いの、今落としどころがそこに行くとは思ってなかったよ
え、すごい恐怖なのよ。大丈夫だよ、しげちゃん。しげちゃん、そんななんか自意識過剰な感じじゃないよ。大丈夫かな。全然、うん、びっくりした、うん、今その方向に話が行くとは思ってなくて、うん、いや未来の自分の姿かもしれないと思うと怖くて。いやでもなんかさ、そう、うん、このまま行くと私未来の自分の姿かもしれない、うん、トーク結構、うん、なんかいろんなところで見かけて、そう、なんかもしかしたら未来の自分の姿かもしれないって思う瞬間、うん、ちょいちょいなんかいろんな場面である。そのさっきのさ、ママ友の話もそうだけど、うん、私もそうなるんじゃないかみたいな、うんうんうん、そういう不安もあって、なんかすごいケチな人だったりとか、はいはい、え、自分もそうなりそうって、うん、なりそうっていうか、ならないよ、うん、なりたくないんだけど、うん、え、気づかないうちになっちゃってたらどうしようとか、うんうん、そうね、なんかそういうすごいよくわからない不安が本当に。なんかわかんないよ、あの年とともにさ、うん、感覚とかも変わったりとか、うんうんうん、なんかこう、なんだろう、いろいろ変わることもあるのかもしれないし、うん、今までその大丈夫だったことがこう、か、なんだろう、変わっていって、うん、なんかこう許せないとかさ、ね、なんかなるのかもしれないし、わかんないけど、うん、現状のしげちゃんとこう、うん、接触してさ、うん、話してる感じでさ、うん、なんかそうちょっと迷惑系の人になる未来は全く見えない。大丈夫、常識ある私、うん、しっかり、すごくしっかりしてるよ。よあの人のことも考えられるし、何の心配もないと。ありがとう。多分あの見てる皆さんもそう思ってると思うよ。大丈夫ですかね、うん、全然あのオブラートに包んでとかお世辞でとかじゃなく普通に。やばいやつにはならない。うん、ならない、ならない、ないと思う、うん、いや怖いよと思って。分かってくれないとかね、うんうん、ちょっと非常事態なんですけど、うん、ミッション、なかなか。これで当たったことないな、うん、私もない。ない。でもちょっとワクワクするな、うん、あ、まあね、なんかね、美里さんの予告出ないかな、ワクワクっていうのは、ね、ワクワクあるよね。エヴァの中では誰が一番好き？カオルくん。あ、カオルくんだ。で、誰が好き？カオルくんは好きだけど、アスカかな。あ、いや、わかる、うん。私もアスカ派。うん、ただ、カオルくんは本当にイケメンすぎる。うん、あ、そうね、うん。声もいいしね。うん、そう、なんかさ、エヴァのさ、アパレルブランドみたいな、あるじゃない、うん、あれのお店を通った時に、うん、なんかその私服姿の、うんうんうん、いるよね、そう、なんかそういうちょっとおしゃれな、うん、わかるわかる。そうで、私服姿のカオルくんが立ってたの、うん、パネルで、うんうんうん、凄まじく超絶タイプで、なんでこったと思って。へ、うん、いや絶対かっこいいよ、うん、そう、すごいかっこよくて、うん、なんかまあ、だってさ、まず私服、おしゃれな私服着ないじゃん、この子たちは、この作品の中で、ね、そう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 、うん、このスーツしか着ないもんね。ないから、え、ちょっとさ、うん、ギャップ萌えとかするタイプ、するする、いいよね、あの男性のさ、いい、普段じゃあ、まあ、こういうとこ、こういうとこっていうかさ、うんうん、我々あんまりスーツの人と接点がないよね、うん、そう、たまにね、じゃあ急にスーツで現れたりとかしたら、うん、はって思わない、いつもと違うみたいなね、わ、うん、かるわかる、ちゃんとしてるみたいな、うん、なんか逆もしかりだよね。あ、まあそうだよね、いつもスーツで、うんうんうん、私服で急にあったりすると、うん、あらみたいな、いつもとちょっと違うみたいな、ね、そうそうそう、ちょっと髪型とかも変わってくるやん。わかるわかる、いいよね、いいよね、燃える、燃える、うん。しげちゃんはさ、うん、メイドさんのお店とか働いたことないの？ないよ。あ、ないんだ、うん、めっちゃなんか合いそうと思って。うん、ないね。ないんだ、やっぱラジオの、あ、そうだよね、お店とかで働けばよかったかな。え、あのラギちゃんのお店で一緒にちょっと体験させてもらったらよかったかな。あ、でも確かにそう、うん、なんか一日体験みたいのはなんか知ってみたかったなって思ってた、うんうん、チェリちゃんもない？ない、あのね、うん、メイドさん、メイド喫茶とかで働こうと思ったことはあったんだけど、うんうんうん、でもね、結局働かなくて、うん、結構やりたい
バイトはなんかそのこれでこういうとこで働いてみたいなと思ったバイト全部やってきたんだけど、うん、ちなみにそれはどんな、うん、お洋服屋さんとか、うん、あと雑貨屋さん、うんうん、とか焼肉屋さん焼肉屋さんそう急に毛色が変わったで、うん、食べたかったのかな食べたかったのまかない目当てであとお肉運んでる時すごい幸せそうなのあのお肉、綺麗なお肉をそう、うん、お肉が好きなの、うん、でお肉あのその生のお肉も好きだし、うんうんあの焼いてるお肉も好きだし、うん、そのずっと幸せなのよ確かにいい匂いしそうだもんねそうお肉運ぶのも、うんうん、お肉焼いてんの見れるの も、もう全部幸せで、うん、なんかね結構あだから石焼きビビンバ混ぜるのめっちゃうまいよやってたからそうなのそうあれうまいとかあるよそうそうちゃんとねカカカカカカちょっとおこげとか作ってね最後おこげこうやってやってそう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 なるほどやってたでやってもらおうほんとそうなんか女の子系が多いかもしれないアクセサリー屋さんとか、うんうん、そうへーなるほどねそうそうでもねメイドさんだけはね結局やらないまま大人になってしまった、うん、確かにねちょっとこれからっていうのもねそうそうそうちょっと難しいじゃんいろいろちょっとねいろいろ問題がさ、うん、しんどいそうそう見た目的には全然問題ないよいや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 問題ないのよもうこういうとこだからさ、うん、なんかもう100歩譲ってさ、うん、許されてるみたいな感じはあるけど、うん、なんかもうさすがにねちょっとね無理じゃんちょっとねあのさもうなんかさここはさ、うん、一緒にやって、うん、心強いみたいなとこあるよそう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 ね隣でさ20歳くらいの子がいたらもう、あ、そう辛いよね辛いじゃん、ね、そうだよね二人一緒だからそうやれてるよそうなの、ね、なんかみんなでやれば怖くないじゃないけどなんか変な安心感と結束力みたいなわ、うん、かるえ、しげちゃんなんかさ、うん、バイトとかさしたことある、うん、あるよ、うん、なんか面白いのあったね、うんまあ、コンビニとコンビニやってたのすごいね、うん、そう初めてやったバイトコンビニ大変でしょだってコンビニは、うん、そう全部やんないといけないからそうだね全部やんなきゃいけないすごい大変だった、うんうん、コンビニとレジのスーパー、うんうんうん、スーパーのレジとスーパーのレジスーパーのレジスーパーのレジと、うん結婚式場とかで働いてたすごいバイトしてた高校生の時すごいね、うん、式場すごいねそう怖かった怖かったどういうことすぐ怒られるから怖いの厳しいのか厳しい厳しい確かにマナーとかね、うん、そうなんか大変そうなんか起きると大変だからそっかそっかそっか、うん、友達お客さんにワインかけてこうすぐ言うごめんなさいってなってたねクリーニング代すいませんみたいな確かに、うん、そっかそういうことがあるよねすっごい大変、うんうん、ね一生に一度の結婚式とかだったりするから ねすごい大変だったな、ね、なんかすごい、うん、すごいハードなバイトしてるね、うん、あ制服着るバイトしたことないなそういえばあそうなんだ、うん、そうかも焼肉屋さんも私服だったしエプロンぐらいエプロンだっけ、うんうん、なんか黒い腰からのやつ、はいはい、そうそうなるほどだけだねでアパレルは私服だし、うん、だからねこの仕事して、うんうん、セーラー服のコスプレして、うん、初めてめっちゃ嬉しかったでもちょっとわかるそう、うん、私もセーラー中学校の時セーラーだったけど、うん、あ中学セーラーなの、うん、おしゃれだねあ、赤くなった、はい、全然おしゃれじゃないよそうなの、あ、うん、結界しんじくん、うん、裏切ったなどうかなぁ発信してるこれはこの後何もならない、うんうんうん、ことはないいやゼルエルゼルエルゼルエル来たゼルエルあ、タンキーあ、来た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 忙しい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 来てる来てるしんじくんあ、吠えてる吠えてる頑張れ金カットインで押し切ろういや、その前に一回ちょっと倒れとくのも頑張れ。あ、いいですね。倒れましたね。一旦倒れちゃいましたね。これいい展開ですね。はい。からの、カジさんが、あ。おお、強い強い強い。いいです。すごくいいです。はい。
ありがとうございます。もう当たったと思ってる。うん、冬型装備。カジさんいい声だな。カジさんいいよね、渋いよね。渋い。はい、あ、ピンが出ました。来ましたね。かっこいい。いいね。まあ一旦ここはそうですね、2で揃っちゃいますね。はい、ということで、よかった、当たりました。はい、投資が13,000円。お、よかったよかった。185回転。あ、嘘、186回転かな。お願いします。あの、泣いてくれていいよ。過ぎました。ありがとうございます。久々に私奇数図から揃ったの。あ、本当？え、めっちゃ久しぶり。本当にやったやった、ありがとうございます。嬉しい。え、短期発信ですよね。そうだね、短期発信したね。短期発信、うん、かな、それぐらいかな、とりあえず。はいそんなだったなと思ってそんな大したことじゃないんだけど、うん、あ、どうしようかな。ちょっとアスカにしてみようかな、今日は。あ、いいじゃない。うん、たまには気分転換で。そうだね、最近ね、そうそう、あんま連チャンできてないから。じゃあそうしましょう。そういうきっかけ大事かもしれない、うんうん、いきます。これ右打ち中も出るやつ、うん、あ、月背景、うんうん、なるほど。まあ、カオルくんだったり。そうだね、前回で出ますね、うん、確かに確かに。まあ、レインボー、保留連、うん、なんかさ、山口の、うん、山口県じゃん、あのエヴァの作者の方が。あ、そうなんだ。作者というか、庵野監督、うんうんうん、そうそうそう。で、なんかその山口に今ロンギヌスのやり刺さってるらしくて。刺さってるね。そう、でっかいやつ、あれに行きたくてさ。なかなか、そうそうそう、うんうんうん。でもなんかあそこまで電車で行けるものなのだろうかっていうのが分かんなくて、うん、結構山口はなんか聖地巡礼場所があるっぽい。あ、そうなんだ、うん、なんか映画の最後のところも山口のその庵野監督のなんかその地元のところみたいなとこで撮ってたみたいな、うん、今休憩してんのね。オッケーオッケーオッケー。台を休ませるのはすごく大事。やっぱあと50回しかないと思って、うん、いったね。あ、おあ、赤い赤い顎撫でてる場合じゃなかった、うん、隣の台で自分を見てって、ね、僕を見てって言ってる気がする。顎顎顎。あ、なんかビスティ画面で打ち出すといいって聞いたから。あ、そうなの。いや、わかんないけどいいね。いや、でもそういうの大事。ううの、ね、あ、来たー、来た来た来た。ロンギヌスの槍が刺さりまして、うん、枠銀色エヴァが光った。初号機の目が、あ、金だ。5まで行って、お願い。あ、もう一個、もう一個、あ、来た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 。すごい、出るもんだね。やったやった。メニューのステップ5まで金枠行きました。はい、これはでもね、あ、待って、レイも来た。すごいね。セットセット、ありがとう。2つ出たね、うん、よしよし。下、線、熱。あ、風出てる。あ、すごい音してるね。音してるね、初めて。こんなに風の音を聞いたの初めて、うん、初めて聞いた。ねえ、してたね。ピヨーって。初めて聞いた風の音、うん、すごいすごい。あ、ビスティで打とう。あ、打って打って打って。よかった、逃さないで、うん、あ、ちょうどよかった、よかったよかった、うん、もう安心したところでね。そうだね、うん、風出たよ。あらあら、はい、あすかしろびっくりしちゃった。うん、風の音が、うん、あ、金、ありがとうございます。おー、ボボ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 、ありがとう。あ、6ですねとりあえずね、一旦、ね、とりあえずね、一旦一旦、うん、この後この後。そうだね、今ね、あ、見えないね。227かな、7かな、うん、227回転、投資が16,000円です。イエイ。パーン。ああ、
上がる。よし、やった、ありがとう、すごい。二人ともキスズからで、うん、よしよし。じゃああとはちょっとお任せすることに、うん、お願い。二人で頑張りましょう。全然何もせんないけど、この人たち。終わっちゃう？あ、やだ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 。いや、ここしばらくなんか99分の1とか引いてない気がする。やだーやだよー。はい、ということでスルーでした。残念。ちょっとその分チェリちゃんがきっとね、お見せしてくれると頑張れるかな、頑張れるかな期待ちょっともうシンジ君のままで、うん、それがいいよ。私もなんかね、変えてみたのがダメだったわ。次はカオル君に戻そう。もう二度と変えらない。アスカ、アスカスルーしてからもう二度と選ばない。やだね、そういうの本当やだよね。え、今何で上がるって分かったんですか？これが7スタートだったんで。あ、7スタートだった。あ、はい、6。はいはい、1から始まるんですよ。そうなんだ。でも6から始まったから、あ、おお、びっくりした、びっくりした、いきなり来 た、うん、やった、ありがとう、風出てる、いやさあイエーイ。あー、まずいね。あら、もう50になっちゃうね。チリちゃん結構一気に、あ、行かない派だった50まで来るとやっぱちょっとね、うん、一回止めとこうかな。うん、ちょっと流れ良くないな。そうだね、うん、ちょっと良くないな。と一回ちょっと休憩させて、うん、ビスティから歌うかな。結構でもね、時間かかるのよ、ビスティ。なんかこの間言われてさ、うん、いや今出してみたんだけど、うん、すごい時間かかった気がする。でもさ、なんかそういうのはさ、なんか試した方がさ、なんか試すべきことはさ、何でも試した方がいいかなって思う。うん、そうね、そうそうそう、確かに取り入れていくみたいな。あ、来るぞ、あ、来た来た来た、ビスティビスティビスティ打法、ビスティ打法で頼むよ。3、2、1。あーあー、わー、2回1950ポイントはい、でした。やっぱちょっと、ね、エヴァ苦手女子の感じがちょっと出ちゃいましたね。ちょっと出ちゃってるね。出ちゃいました。なんかね、やっぱこう、当たったらもう爆出しみたいにはならないところがなんか ね、 ななんかね、やっぱりもっと苦手みみたいな、二人ともね、ちょっとね、うん、ちゃんとね、ST 引いたのにね。ねえ、ほんとよ、悲しい、悲しい。すぐに左打ちに戻っちゃった。戻っちゃった。はい、ちょっとしかもらえなかったね。もう追加投資かな、私は。え、あ、ほんと？よー、早い。何連したことあるの、エヴァでは。2万4000個とかが。あ、じゃあ結構してるよね。そう、結構した、うん、多分一番多いかな、うん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 、あ、結構してるしてる。そうそう、全然こんなに時間かかるんだって思った。そんな続いたことがなかったから。そうだよね、確かに確かに。そっか、ね、そっか、そうだよねみたいな、うん、でも時間かかっていいから楽しみたいな。いや、そう。しげちゃんエヴァで最高どれぐらい？うん、私もその20連が最高かな、うん、だから、あ、でもどれくらいなんだろう、同じくらいかな、もうちょっと多いくらいなのかな、20連だから、うん、ちょうど20回でね、終わっちゃったんだよね。あ、いや、でもすごいね、うん、嬉しかった、初めて。嬉しいよね。5万円使って、うん、最終号機リーチ1回行って終わりましたって怒ってた、うん、怒ってた怒ってた怒ってた。それ以外何もなかったわって。
風出てる。ええいきなり、え天才なの。いきなりだよ、うん、まだまだ抜けて10回転も回ってないよね。立ってないね。えすごい怖い。びっくりした今、うん、すごいすごいすごい。錯覚かと思った。あまた金だよ。3、同じやつ5、いくね。見せますね。しんじくんちょっと今日仲良しなんじゃないの、うん、あ、同じ展開。同じだね。さっき見たね。デジャブ。 時が戻ってる。あれあれ、 あれ同じ。もしかして時が戻ってるってこと。こないださ、うん、あの実家がお引っ越しするからっていうので、うん、実家 あの荷物を全部ね整理したんだけど、うん、自分の部屋に物置みたいにして置いてあった使わない物たちを整理して、うん、まあ処分したりとか、うん、エヴァの制服出てきてさ、ウケる。そう、ああありがとうございます。さらっとね、しかもまたロックなんだけど。まあね、なかなかねここでは奇数は、ね、そうよね。そう、エヴァのね制服とね、うん、アスカのねこの頭につけるやつ出てきて、そういえば着てたことあったなと思って。あ、そういえば着てた。そうそう、着てた時期があったなと思って。時期着てた。そうそうそう。そんな時期があったの。そんな時期があったの。そう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 。時期的なものなの。時期的なもの。そうそう、着てた時期あったなと思って。あーですね、はい、ロック図柄でございます。175回転、ありがとうございます。やだ、早くて嬉しいですね。すごいね。びっくりしちゃった。なんかいつもこれぐらいのスパンでポンポンいったらいいのに、ね、そりゃそりゃそうだ、ね、そしたら最高なの。最高だよ、いやほんとね、びっくりした。でまたね、うん、引き戻しちゃってみたいな ねすぐ当たってほしいな、ね、うん、顎撫で顎な、でも隣の顎撫でてたら当たったから、そうだね、隣の顎撫でた方がいいかも。確かにそうかも。顎撫でだ方。いやすごい顎、これが顎だとしたらすごい尖りすぎだな。めっちゃ鋭利な顎、ね、ここでも攻撃できそうなぐらい尖ってる、うん、刺さりそうだ ね刺さりそう。この大きさのね、うん、頭をよくつけようと思ったよね。だってさ、あの大きいレイちゃんつくでしょ、うんうん、新しいやつ、そうだ、ね、すごいでっかいと、うん、なんかね、昔、うん、スロットでね、レイがついた時もなんかちょっと、ね、話題になったけど、うんうん、それどころじゃないもんね。そう、なんかもうほんとさ、うん、展示のさ、フィギュアの感じのレベル感のものがこれもそうだし、うん、すごいよね、すごいよね。あれを全筐体につけるよっていう。そうそうそう、なんかそのパチンコ台にさ、うん、装飾のすごく大きいものをつけたのって、うんうん、どこの何の機種が最初なんだろう。多分だけど、うん、私が思うに、うん、ガロだと思う。ああ、そっか、ガロか、そっかそっか。わかんないけど、金色になれで、最初上ね出てきたんだよね。そうだよね、そうだそうだそうだ。でも収納されてたよね、うん、あそこからすごいことになりましたね。いやもうどん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 ね、凄まじく大きくなって。うん、あら、赤い。すごいよね、最初ボタンが出た時もびっくりしたもん。あ、びっくりしたびっくりした、うん、ボタン飛び出るんだよ。そうそうそう。てぇってなるよね、うん、ボタン出るって何みたいな。そうそうって思ってた。そうだよね、なんかやっぱり、うん、あの手この手といろいろ試して、ね、新しいことをしようと。すごいよね。そう、すごいよね、うん、いやそれで言うとやっぱこれ革命的だよね。そう、このハンドルはね、すごい。もう私的に全部これになってほしいぐらい最高で、うんうん、あの左右差がないっていうのが。あ、そうね、右手も使えるもんね。そう、それいいよね。体歪まなくてとても良い。確かに。わかる。確かにね、
ハンドルだとね、右ハンドルだと片方にこうやっぱなっちゃって、そうだから私右肩下がってて、体背骨曲がって、骨盤もひねって左側に向いちゃってるから、パチンコのせいで。そうなの、本当に本当。そう、あ、またねじれましたね、また下がりましたねって戻してもらって。そっかそっか、でもあると思う、確かに。やっぱりどうしても片っぽ固定されちゃうとさ、それに良い姿勢にこうね、こうなっちゃうもんね。なっちゃう、そうそう、確かに。エヴァはこれはね、まっすぐこう座ってね、とてもいい姿勢で、みんなまっすぐなるもんね。みんなまっすぐいい姿勢なのよ。あ、チャンスタイムもう終わっちゃうね。早い早いよ、あと7回だもん。終わっちゃった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、なんか一塊だったね、さっきのSTからね。そう、そうなの。なんだったんだろう、みたいな。わー、そっか。なんかやっぱ寒くなってくるとさ、鍋とかあったかいもの食べたくなるよね。なるよね。いいな、鍋食べたい。鍋食べたい。あとおでんとかね。おでんいいよね。わかる。この間セブン行ったらおでんがあって。あ、もう出てる？うん、出てたよ。あ、おでんにすればよかったってなんかね、レジに並びながら思ったの。そう、なんかさ、持ってった時におでん始まってると、あってなるよね。ね、そう、なんかかぼちゃのサラダみたいな持ってたけど、冷たい、うん、冷たい、そう、冷たいのよ、あ、おでんの方が良かったかもしれない、うん、ってなってた。しかもなんかさ、あのコンビニって結構メインドーンみたいのが多いからさ、うん、ちょっとなんかこう軽く食べたい時とかサラダとかになっちゃうじゃん、うん、でもおでんあるとさ、おでん結構ヘルシーにさ、うん、サクッと食べれるからいいんだよね、うん、あー、待って、金、来た来た来た、初めて見たかもしれない、うん、え、こっから作戦会議、ね、この展開私も見たことないや、力みすぎているわね、はい、そうね。はい、ちょっとリラックスして、ね、リラックスして、うん、ね、どうなるんだろう、当たってほしいな、サンズ柄、どう、心配だけど、ちょっと、なんだろう、楽しみ、なんだろう、ストーリー、アルミサイル、おお、うん、素手で、おお、見ちゃうね、これね、見ちゃう、息ができない、ね、決めたい、決めたい、お願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 いします、決める、嘘でしょ、嘘でしょやだ、嘘でしょ、嘘嘘、ダメだ、まあ、見たけどね、見ましたけどね、そうだね、うん、見たね、見たは見たね、見ました、うん、悲しいね、今のはね、で、まあ、なんか私ね、うん、でもあんまりストーリーリーチで当たった記憶がなくて、うん、なんかそうなるかなってちょっとだけ思ってました、うん、いや、金当たらないのに金出すのやめてほしいよ ね、 ちょっとね、扉の金でちょっとふわーってなった ね、 特別感を当たりにつなげてほしいよ、チョコ、あ、目光った、あ、オレンジだ、ね、オレンジだ、ちょっと薄いって、うん、なんか面白いの、ね、イスラフエルすごい当たる、うん、なんか自分の目がおかしくなったのかなって思うね、なんかちょっとどうした赤って思う、赤じゃない、うん、みたいな、うん、あ、アスカ赤いですね、すごい、あらあら、全部持ってくな、ごめんいいのよ、ありがとう、カバーしてくれてるんだよね、弾が出せればいいんだけどね、弾もね、そうね、ついてきてほしいね、うん、やられましたからの、うん、カジさん、あ、いいね、カジさん大活躍だ ね、 ね、普段そんな出ないのにね、そうだよね、すごいすごい、今日ね、しげちゃんとこでも見て、うん、白い、さっ
時もね白かったね、うん、普通にそのまま当たったもんね。すごい。投げられて金が来るかな。金、うん、かわいい。なんかこうやって持ってんの確かにちょっとなんか当たりました。やった。背中で見せるタイプね。はい、ロック図柄でございます。ありがとう。完全決着と。ドッグ。ほう。ありがとうございます。これは六だね。六なの？六なの。まあとりあえず当たりました。159回転。うー、ありがとう。前回もうすぐなのよね。チャンスタイムに頑張れ。頑張る。初号機が光る。あ、金だ。また今日これ好きだね。あ、でもアスカまでだった。そして10日初号機目が光りました。殲滅白い。もう天国に旅立っちゃったんだけど、うん、うちのずっと長く生きてた黒猫ちゃんが、うん、綾波レイから名前取ってレイちゃんだった。そうなの。そう、ほら、そうなの。レイちゃん、レイちゃん、ていうかそんなにチェリちゃん、うん、エヴァ好きだったの？そうそうそう、あの、うん、最初の方ね、うんうん、エヴァがアニメで始まった頃、うん、始まった頃、そう始まった頃からしばらくはすごくエヴァ好きだった、うんうん、そうなんだ。そう、でもほらあまりにも期間が長すぎてさ、うんうんうん、昔はシンジ君とかレイちゃんとかとさ、うん、年近かったのにさ、まあそうだよね、気がついたら超えて、うん、まあね、美里さんに近くなって超えて、うん、超えてね、みたいな。そう、どんどんなんならちょっとね、そう、どんどんね、ゲットに近くなってそっちよりになってくるよね。そうそう、もうね、みんな超えていっちゃってね、うん、気がついたら自分大人になっちゃってさ、まあね、そう、14歳だもんね、みんなね。レイちゃんはね、うん、あ、うちのレイちゃんは、うんうん、高校2年生の時に拾ったの。あ、そうなんだ。それで綾波レイから取ってレイって名前つけたの。その頃はまだすごくエヴァ好きだった、うんうん、そう、そっか。だってほら制服買ってるぐらいだから。あ、そうだね。で、そう、一時期着てたんだもんね。着てたの。そう、一時期ね。そうそう、一時期ねいつ頃の話が気になるよねそうそうそう、10代、10代後半ぐらいはエヴァの制服着てたね、うん、そうなんだ。そうなの。私もさ、うん、すごいちっちゃい頃にエヴァ見てたの、うん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 、なんか放送されてたのを、はいはい、録画したなんかビデオを、はいはい、なんか近所の大学生がね貸してくれてたのすごい経路できてるね。すごいでしょ、うん、すごいね。よく考えたら、うん、今だったら超止められると思う。いや、そうだ、内容がさちょっとさやばいよね、うん、しかもね、うん、なんか友達といつも市民プールに行ったの小学校3年生か4年生の時なんだけど、はい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 、そのプール、家の近所にあったプールにめっちゃ行ってて、うんうん、そこでバイトしてる大学生の男の子の家に、やばい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 、3人とかで行ってたのよ、うん、やばい、事件にならなくてよかった。超やばいよね。いやでもそういうのあるよね、うん、あのさ、自分が子供だからさ、うん、あの何にも思ってなかったけど、うん、大人になって考えたら、うん、あ、ちょっとやばかったやつだっていうのあるよね。私もさ、うん、なんか小学校の頃からさ、うん、あの結構フラフラ一人でいろんなとこ行ってた人なのね、うんうんうん、でなんかあの、まあ、オタクが集まる町で、うん、のゲームセンターで一人で遊んでたのね、うん、よく、うん、それでなんか
コスプレしてるお兄さんとお姉さんが話しかけてくれて、うんうん、その人たちと結構一緒に行動してた時期があって、うん、小学校5年生ぐらいの時かな、うん、でも今考えるとさちょっとやばいよね。だって小学校5年生日常的に私服でコスプレしてるんだよまたその人たちすごいね確かにね日常的にね何も思ってなかった、うん、子供だったから、うんうん、あーすごいなんとかのキャラだみたいな感じだけどさ普通に冷静に大人になって考えたらさ、うん、あいつらやべえなちょっとやばいじゃんでなんかご飯とか送ってくれてたからさそうなんだ全然何も考えないで一緒に遊んでたんだけどさ、うんうんうん、小学生とさ一緒に遊んでるのもまあまあやばいじゃん、うん、何歳ぐらいの人だったの多分大学生ぐらいだと思う、うん、そうなんだなんかね、うん、普通にいい人だったから結果良かったけど、うん、そうそうみたいなねそうなんだよねそうそうそう分かるだからそう考えるとさ、うん、本当に子供ってさ、うん、あの分からずにさ、ね、なんかこう事件に巻き込まれる入り口、ね、そうそう確かに確かに絶対あるよね、うん、って考えるとさもうなんかお母さんたちって本当大変よねって、うん、お父さん、ね、お母さんそう本当ねどんなにさな気にして、うん気をつけててもさ、うん、子供が子供の判断でさ、ね、こう安全だと思ってね、うん、そうついてったりとかさ絶対起きるじゃんいやそうだよねそう、まあ、そんなこと言ってたらもう残りも少なくいやどういう気持ちで遊んでたんだろうなっていうねそうだよねわかんないよねでもまあ純粋にさ、うん、本当にただいい人だったかもしれないし、ねね、そう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 子供好きなね、うん、普通にね普通にそうそう、うん、かもしれないしあの小さい子が好きな人だったのかもしれないちょっとねわかんないよね、うん、そこはねわかんない、うん、そうねわ、うん、かんないなわかんないそうでもやっぱエヴァってなるとそのお兄さんがいたなみたいな、うん、いたなみたいなあの人きっかけだなっていつも思い出すんだよビデオ借りたなみんなで借りて見てたなみたいなはあ、もうお腹も空いてきちゃった、ね、お腹空いちゃったね寒いとさ無駄にね、うん、なんか体力持ってかれてお腹も空くよね確かに、うん、でしかもねすごいあれなんだけどね、うん、今日ね朝ね寒いから肉まんを買ったの、うん、でファミマでね、うん、買ったん、うん、買ったんだけど、うん、なんかちょっと期間限定メニューみたいなおうおうモスとコラボしてるとかなあへえそんなのやってんの照り焼きとなんかクリームチーズが入ってるみたいな肉まんをね、うん、美味しそうそう買って美味しかったんだけど、うん、開けた瞬間にさ、うん、私すごいちっちゃいって思ってちっちゃかったんだすごいちっちゃかったのなんかこれぐらいだったのそうちっちゃいなんかうん、うん、すごいちっちゃかったんだよねあれかななんか中身にさ、うん、ちょっとコストかけたからサイズがさキュッとしちゃったのかなそう多分キュッとしちゃって、うん、そう普通の肉まんよりもちょっと高かったし、うん、私大きいもんだと思ってたあそうだよねすっごいちっちゃかったの本当期間限定の価格だったんだね、うん、期間限定サイズではなく、うん、クリームチーズも入ってるしじゃあもうちょっとしか食べてないんだじゃあ、うん、こんなんだった本当、うん、ちっちゃいおまんじゅうぐらいの感じそう、ほんとねいや、それはお腹すくわ、うん、すくわ、頑張ろうね、頑張ろう私もファミマでハッシュポテト買った、うん、あ、そうなのそういいね、美味しそうそう、美味しかったけど、うん、お腹すいたお腹すくよねすくなかった、うん、そうなんかチェリちゃんはすごい規則正しい生活をしてそうだよね、うん、全然してないよそんなことなかった、うん、超不節制ほんと、うん、ほんとにほんとにへぇ、なんかさちゃんとしてそうに見られてしまうの、うん、なぜか見えるすごい見える本当にあの底辺のクズぐらいちゃんとしてないのね嘘でしょほんとにほんとに凄まじくだから、うん、なんだろうきちんとした生活っていうのを人生で多分ほぼしたことがなくて、そう、朝起きれないしね。てか朝まで起きてるし。あ、昼夜逆転タイプ、うん。そうそうそう。あのね、うん、夜の方が元気なの。あーね、夜行性なんだね。意外よ それは確かに。夜行性。あのね、家族全員そうなの。そうなんだ。なんかね、あれなんだって、本当か嘘か知らないけど、うん、なんか遺伝子的にこの時間帯が強い遺伝子とかがあるらしくて、うんうん、だから大体家族同じ傾向みたいな。そういうことか。
だからね、夕方ぐらいから元気になって、うんうん、夜中ずっと頭が冴えていろんなことがはかどる、うんうん、そうなんだ。夜型タイプなんだね。そう、夜型なんだよね。でも大体世の中ってさ、うん、朝から始まってさ、まあね、夜終わるじゃない。そうだよね。そうだからね、噛み合わなくてね、うんうんうん、そっか。今でも夜じゃあ夜更かししちゃう、普通に仕事なければ、うんうん、仕事の日しか午前中起きてない。あ、そっか。そう、あ、まあそれはわかる。あ、本当？うん、ね、我々さ、うん、意外と朝早いもんね、ちゃんとね。朝早い、すげえ早いよね。朝早い、うん、そう、規則正しい生活になっちゃうもんな。そう、意外とね。だからね、収録もそうだし来店もそうだけど、うん、あの仕事の日って私ちゃんと寝てきてる日ない。そうなんだ。そうだからいつも顔死んでるのよ。朝は顔死んでるのか。朝顔死んでる、ね、やっと元気になる頃にもう仕事終わっちゃうみたいな。そう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 、そうだからほとんど寝ないで来てるから毎回。そうなの。意外、ほんと意外だね。それはほんとだらしないよ、うん、私なんか私の中とか、うん、多分結構そうやって思ってる人多いと思うんだけど。そうそう言われるのよ、うん、だからなんか田中みな実だと思ってるもん。なんどういうこと、うん、あ、きちんとして。そうそうそう、すごいちゃんとした人。あの方は絶対きちんとした生活をしてらっしゃると思う、うん、してるよね。なんか食べ物とかもすごい気を使ってるし、もう全部に摂取するものとか、うん、関わるもの全部に気を使ってそうみたいな、そんな感じと思ってた。勝手にだってご飯食べないとき食べないし、うん、なんかあのすごいムラがあるから、うん、ご飯作るときは作るし、うん、あの食べるときは食べるし、うん、食べないときは本当に多分3日くらいご飯食べないとか普通にある、そう、死んじゃうよ。あ、飲み物飲んでるから、うん、全然平気なんだけど。そうそう、で食べ、なんか食べたいけど、うん、作るのめんどくさい、出かけるのめんどくさいってなったら、うんうんうん、なんか冷蔵庫に入ってるかまぼことか、なんかちくわとかスライスチーズ食べて終わるとか、うん、結構あるし、うん、意外だね、うん、でも食べるときはめちゃめちゃ食べるんだよ、うん、本当に。え、でも私はしげちゃんもすごくちゃんとしてるし、うん、なんかその女の子の代表みたいな、なんかそういうイメージだもん、やっぱり。いやー、こんなのが代表しちゃダメだよ、ほんと。代表しちゃダメ？ダメ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 、やめた方がいい。ほんと困る困る。もういつもさ、可愛いしさ、なんかさ、上品でさ、うん、いや、それも完全に私がチェリちゃんに抱いてる印象だね。ほんとね、似てるね。人間わかんないもんだね、うん、いや、ほんとね。そうだよ。だってお家絶対いい匂いするだろうなって思う。あー、なんかね、うん、匂いはいい匂いするかもしれない。なんかそういうのが好きだから、うん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 、でももうさっきもちょっと言ってたけどさ、うん、引っ越したいもん。あー、引っ越したい、一旦リセットしたいみたいな。いや、でもその気持ちはわかる。なんか一回リセットしたい、うんね、環境を変えて何かみたい、うん、あら、赤い。どうでしょう、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 なんか見せてね。メニュー、メニューを、待って、怖い、来た、デモ画面のやつ、ね、デモ画面のやつ、あれ、ビスティ出てくるかな。やばいやばい、天才なの、チェリちゃん、すごいね、怖い、ね、なんかさ、ポンポン当たるけどさ、うん、その先よね。大丈夫大丈夫大丈夫、大丈夫、今度こそ。とりあえずだってほら、1500もらえるし。そうね、そうね、やったやった、びっくりした。すごいすごいすごいよ、ね、びっくりした。びっくりしたね。しかもまた暗闇で自分見てハーって。あ、なるよ、ね。毎回毎回よ、本当。すごいすごい。ありがとうありがとう。前回転ありがとうございます。なんかこれすごいリアルだよね。ね、映画、なんか実写の映画みたい。うん、確かに。ね、やっぱシンゴジラみたいだもんね。そう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 。すごいよね。うん、おめでとうございます。ありがとうございます。あ、180回転です。180回転です。ありがとう、言ってくれて。180回転です。ちょっと回転です。ちょっと回転です。ありがとうございます。かわいい、すごいよ、よかった、本当にね、うん、早いよね。チェリちゃん、ありがとう。いや、いっぱい当ててくれてありがとう。こちらこそ、こちらこそ。すごいよ、よかったよかった。まさか見れるとは思わなかった。思わなかったね。全回転、びっくりした。全回転でございます。ありがとうございます。映ってるか、嬉しいです。全回転です。全回転です。全回転です。すごい、よかった。102玉、あと残り102玉のところでした。ギリギリのとこだった。ギリギリだった。
ありがとう、ありがとう。このタイミングで泣くんだ、ね、ね、このタイミングなんだ。歯があるんだよね。あ、歯がね、そう、でっかいね、歯。でっかいのよ、歯が。まあ、口も大きいしね。ありがとう、うん、すごい。もう、しんじ君で行きますよ、今日は。今日はというか、いつもなんだけど。いつもね、今日もね、怖くて帰られない、うん、それがいい。そう、はい、頑張りましょう。お願いします。ありがとうございます。ね、なんかさ、お部屋がいい匂いするさ、うん、しげちゃんに聞きたいんだけどさ、うん、あのいい匂いのやつ買ってもさ、うん、すぐ匂いなくなっちゃうんだけど、なんでだと思う。なんでだろう。まあ、すぐなくなっちゃうやつなのかな。しげちゃんと同じの買えばいいのかな。でもね、あ、なんだろう、最初いい匂いなんだよ、うんうんうん、玄関とかに置いたいい匂いだと思うのに、うん、1週間ぐらいで匂いなくなるんだよ。そんなにすぐ。そう、すぐ。へえ、なんでなんだろう、なんでだろうね。壁が吸収してんのかな。あ、なんかすぐなくなるやつはね、うん、あ、変化変化、きたきた、変化変化、うん、すぐなくなるやつなのかな、なのかな。なんか違うタイプ使ってみるとかね。そうだよね、ちょっと違うの買ってみようかな。緑警報からの、あ、はんぺんちゃん、はんぺん。なんかはんぺんみたいだね。確かに出る出る、四角いもんね、はんぺんちゃん。おでん食べたくなっちゃう。おでん食べたくなっちゃうね。これダメなやつでしょ、これ。ちょっとハンペンちゃん強いから。ハンペンちゃんちょっと強いよね。なんかすごい、うん、いい匂いをさせたいときは、うん、もうルームスプレーでシュ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 っていろんなとこつけてる。ルームスプレーか。そう、カーテンとか。はい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 。うん、なるほどね。うん、で帰ってきたら、うん、あ、いい匂いってなる。え、家出る前やって、うん、家帰ってきて匂い残ってる感じ。あ、全然残ってる。そうなんだ、カーテンなんかファブリーズしかやったことなかったわ。ルームスプレーいいよ、ね、え、ちょっとやってみよう、うん、おすすめ。全然安いやつとかで持ってるけど、うん、使い方がよくわからなくて、うん、人が来るときに玄関にやるぐらいしかやったことなかった。へぇ、はいはい、あ、そっか、カーテンね、なるほどね、うん、おすすめ、やってみよう。やばくない。やばくない、怖いね、これ。なんか50回、うん、よいしょ。じゃあちょっとチェリちゃん打法を編み出してよ。私打法。なんだろうね、うん、ちょっとチェリちゃんのタイミング打法で。そうだよね、ちょっとさ、ビスティさっき聞かなかったから ね、2回聞いてないもんね。そうだね、うん、どこで行こうか、じゃあ、うん、よし行こう、富士山のところで行こう。富士山いいね、ここいいよね。富士山のところで行こう、うん、よし、富士山いい、よし。私の大好きなさ、消える。わー、やばい、富士山パワー。富士山パワーありました。でも今日から富士山で打ちます。さ、消える、かわいい。さ、消えるの靴下持ってるの、うん、かわいいよね。かわいい、確かに。そう、押させていただきます。ありがとう、すごい、やった。イエイ。なんかさ、うん、まともに初めて右で当たったよね。そうだね、なんか即当たりだったもんね、一回当たった時ね。そうなの、そうなの、確かに。やったー、お願いしますね、ここから。あー、若い、若いね、よかった、よかった。意外と言ってたなと思って。そうなの、ね、あと42回なの。そうだよね、そう、楽しくお話ししてたら、うん、あっという間に39回。よかった、よかった。はい、レバーを押し続けて長押し。いや、マジこれ、うん、天才的だよね。え、しんじ君がこうやって、待って待って、嘘でしょ、うん、待って待って、いや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 、絶対行くと思ってたし、なんかその、うん、しんじ君がこうやってやってるやつのこのね、うん、なんか油断しすぎてね。油断しすぎてた、ね、すげえ、なんか、え、待って待ってって思ってたよ、私は。不安だったよ。見透かされたんだ、この安易に向き合ってる、このバカにしてんだろうみたいね、お前にはやらんぞみたいな、なんかね、ごめんなさい、ちょっと心入れ替えてちゃんと真摯に向き合います。
いやちょっとなんか急にこのシンジ君のこの動け動けのやつのぽいよね、そのままっぽくなってる感じにちょっと今興奮しだして別のこと考えちゃって頑張りますすいませんいや怖い怖い怖い、いやまあ結構安心するよ赤堀は、そうだよね、もういけるしょみたいな、あとはもうブルブルブルってなるのを待ってますみたいな、あでも変化きてる、モノクロになっております、すごい反省がもう、もう生かされてるかもしれない、本当早い早い、気持ち通じたかしら、お願いします、真摯にしっかり向き合いますのでよろしくお願いします、あ、赤い、うん、イスラフェル1、うん、あ、よかったよかった、ありがとうございますすごいね、もうあのふざけた感じにしませんのでどうかよろしくお願いいたします、ねうん、向き合ってそうそう、はい、ちゃんとねしっかりと、うん、大と向き合っていくんで、まあね、お願いしますどうか私の誠意を受け止めてください、すごい受け止めてるよしっかり、ね、早かったね、すごい早かったよ、はい、よかったよかったならば再びチャンスをやろう、すごいありがとうございます、ありがとうございます、あーよかったよかった、ありがとう、あ、変化変化きてる、よしよし、いい、ね、赤再び本物本物次や本物本物あ、カオルくんも出た、かっこいい、おめでとう、かっこいい、あ、ここもです、ありがとう、ありがとう、よかった、出ました、カオルくん見れた、出ました、カオルくん、よかったね、はい、おしどうぞどうぞ、出番つかんでください、ありがとうね、よかった、カオルくん、カオルくん出ました、イケメンでした、あ、青い、赤い、あ、来た、あ、ロビネスの槍刺さった忙しい忙しい、一瞬だったよいしょ、このテンポ感でね、ポンポン行ってくれるとね、ハラハラせずに済むんだよね、そうね、確かにね、そう、そうなの、毎回歩いてると時間かかるしさ、なんかスリディオン、インパクトフラッシュもオンにしとこう、最後、うん、しとこしとこもう全部しとこ、セリちゃんがそれで調子がいいから真似っこするの、うん、そうしようそうしようだからもし今当たったらシンジ君で打つから、そうだねカオル君じゃないんだそこはそう、すぐ真似するから私もビスティいただいたから今日、うん、いやでも意味なかったから次は富士山だよ本当そうだよ、全部真似する、富士山で行こう、うん、富士山で当たったもんね、うん、でも私も終わりそうだよ、あ、3人はね、やばい、あと20回頑張れ、当たる当たる、変化変化、よしよしよし、赤よし、赤になって来い来い、青い、おせ、死と衆来、あ、あ、風出た、すごいすごいすごい、あ、レインボーレインボー、あ、レインボーもあるよね、すごいレインボーです、レインボー来ました来ました、よかったよかった、よかったよかった、ほんとすごいね、チェリちゃんめちゃめちゃ今日いっぱい出してるよ、ミッションで賞金だったらよかったね、うん、すごいね、よかったよかった、よかったよかった、終わりそうだったからなんとか踏ん張りました、ね、すごいこれくらいの回転数でめっちゃ今日当たってるよね、ほんとにいやいやいや、すごいよ、ハラハラするのよ、くらえくらえ、準備準備、押すぞ、押す、ベンベンベンうわーすごい、よかったー、やっぱね、エヴァってね、だいたいこれくらい連チャンするもんみたいな、ね、そうそう、一応ね、うん、一応多分そうなんだよね、いや、そうなんだよ、我々がちょっとね、我々がちょっとね、弱いから基本雑魚だからあれなんだけど、そう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 、すごい、解放解放、よし、よかったよかった、ありがとう、エヴァを見せてくれて本当にありがとう、ね、9030、うわ、あと1回、あとちょっとね、あと1回で満、ま、満見たい、ぜひ行きたい、うん、あるよね、高校時代の思い出のね、お店とかいいね、そうそう、
なんかうちの帰り道はさ、うん、もう超田舎だから、うん、本当に、うんうん、すっごい田舎道で、うん、駅まで行く途中に、うん、たこ焼き屋さんがあるの。めっちゃいいじゃん。それしかなかったから、すごいデブの食べ物だ。でもたこ焼き屋さんいい。うん、美味しかった。でもすっごい美味しくて、そこ、うんうんうん、有名だったんだけど、うんうんうん、いや食べたいな。美味しいな。まだあるのかな。ねえ、うん、なんか昔さ、そういうさ思い出になったさお店とかってさ、うん、懐かしくなるよね。懐かしい、ほんと。もう今ではね、駅とかもすごい変わっちゃって。そうだよね、うん、どうなってるかわかんないけど。あと14回なのよ。また富士山かな。そんな、あと14回すぐだったね。あと14回なの。あ、44? あ、14回。14だよね。そう。ちょっとまた富士山で行くわ。うん、富士山の方で。富士田方で。すごいギリだったね。ギリなの。かっけー。かっこいいね。来ました。あ、来た、イエーイ。富士。富士パワー。富士パワー、お願いします。いただきます。ちょっと一瞬ビースティー見えたけど、打ち出しのあれだもんね。そう、打ち出しがね、打ち出しのタイミングだもんね。ダブルで撮ったみたいな感じだね。あ、確かに確かに。富士からのビースティーみたいな、うん、今のはね。今のはちょっとね、両方要素入ってたね、うんうん、入ってたわ。9、8、7、6、頑張れ。いて、いない。はい、ラスト。ラスト。ああ、はい、6回9030ポイント獲得ということで、はい、終わりました。いやー、よ、すごい、すごいよ、チェリちゃん。いやーねー、頑張った、うん。プラスになったんだっけ、ほんと。そう、ね、バック出しとはいかなかったけれど。でもね、6000個ですごい喜んでた頃に比べたらもう 1.5 倍の成長だから。そうなの、そうなの、そうなの。よかったよかった。すごいよ、うん、はい。実践終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで、はい、2人でね、エヴァをとっても堪能できたかなと、はい、魅力をたくさんお伝えできたんじゃないかなと思うのですが、はい、結果の方を発表したいと思います。はい、はい、じゃじゃーん、こちらのメニューでございますね。そうですね、はい、はい、もういくつ、まあ、お見せできたのかと、うん、お届けできたのかという感じなんですが、うん、まあ、まさしげからいいですかね。あ、はい、はい、まさしげさんはですね、まあ一応まあ収支も言っときますね、うん、都市の方が総都市35,000円、回収がゼロでございます、うん、はい、ただ一度ね、まあ、結構早かったですよ。そう、早かったよね、割と早めに当たりました、うん、はい、そこで短期発信、はい、うん、これ ね、短期発信をお見せすることができました、うん、うん、以上です。はい、そうね、はい、あ、そうだ、そう、あ、すいません、そうでした。当たってないから忘れてたわ。うん、ストーリーリーチもね、はい、あとお届けできましたね。そうだね、うん、はい、ということで、まあ、短期発信とストーリーリーチ、はい、なんかもっといっぱいいけそうなとこある気がするんですけど ね、はい、悔しいね。そうですね、うん、そんな感じです。はい、はい、そして、はい、チェリちゃんの分も私なんかいただいてるんで、ちょっと言っちゃいますね。ぜひ紹介していただけたら、うん、はい、チェリちゃんはすごいです。投資が16,000円、はい、回収が8,458個、はい、なのでプラスの4,458個となんとかなっております。頑張りました。今月初のプラス、そう、今月初のプラス、うん、ここから流れを変えます、うん、ね、はい、まだ半分あるからね。そう、まだ半分あるから、うん、盛り返せる、ここからね、ちょっと盛り返していこうかなと、うん、よかった、みんなあやかりたい、はい、そしてね、はい、すごいいっぱい出してるのよ。そう、ね、なんかね、いっぱい見れてよかった、ね、最初からね、まず、あ、それそれそれ、はい、ステップ5、しんじくん、うん、と礼拝敬を、礼拝敬のセットセットね、これ2連続来たよね、うん、すごい2連続なんです。デジャブかと思ったよね、記憶力すごいね。すごいね。そう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 、はい、そして、うん、あ、そう、これね、ここにはないけどレアなオレンジ警報出ましたね。そうそう、出ました、うん、出ました、レアレア、はい、はい、からの全回転、うん、そう、全回転いきました。すごい出すね。ね、出すね。出すね、ね、はい、全回転だ、はい、はい、全回転、
そして、はい、ST 中にカオルくん、カオルくん出ました、おめでとうって言われました、うん、言ってた、うん、とレインボー保留、レインボー保留出ました、うん、ということで、うん、なんかチェリーちゃんはねいっぱい出した気がするけど、あのなんか消していけるかと思ったら、そうでもなかったね、割となんかねそう、そうでもなかった そ,、ね、そっかそっか、いやでもすごいチェリーちゃんのおかげでねすごい盛り上がったんじゃないかなと、いやいやいや、はい、もうしげちゃんもちゃんと出してくれてん、だってかぶってないじゃん、あ、かぶってないね、確かに確かに、そうだから被らずに、はい、お見せできたかなと思います、はい、はい、ね、まだまだ出した演出いっぱいあるので、ね、うん、まあ我々も今後も頑張りますし、うん、はい、皆さんもね、きっと、はい、まあ自己自分でね出されてる方も多いと思いますが、そうそうそう、うん、はい、コンプリート目指して頑張っていきましょう、うん、行きましょう一緒に、はい、ということで今回は、はい、メイドさんでちょっとね、はい、エヴァ打ってみたんですけれども、はい、きっとまたねなんかのコスプレとかね、うん、そうね、させたいとか、うん、見たいなとかあると、うん、そうね、着るかもしれません、リクエストがね、うん、あったらね、ね、ね、はい、ありましたらぜひぜひお手紙など、はい、はい、ください、ください、早めにしないと我々のね、うん、ちょっとね、そうね、うん、やる気もどんどん、ね、あれかもしれないので、うん、分かんないからね、それはね、いつまでやってるか、こういうことやってるかも分かんないので、分かんないからね、もうちょっと今日から、はい、今年からコスプレ来ませんとかね、うん、あ、そうそうそう、あるかもしれないからね、うん、早めにしといた方がいいと思います、はい、というわけで今回は、はい、ちょっとね、エヴァの演出をたくさん見せたい、うん、そして、うん、結構ガールズトークなんかもね、だいぶね、うん、だいぶしたよね、途中トークになってたけどね、ちょっとだけね、ちょっとだけババートークも挟んでみたんですけれども、うん、はい、きっとまたこういう機会が、ね、嬉しかった、なんかしげちゃんとゆっくりさ、うん、お話することさ、うん、なかなかねないから、うん、いや本当に今日新しいチェリちゃんをたくさん見れたので、それはねしげちゃんもなのよ、うん、一緒、そう、しかもちょっと似てる部分もねそうだね、新しい発見だったね、そう発見だった、うん、嬉しかったです、はい、嬉しかったです、はい、なのでまたこういう機会が来たりと思いますので、うん、ぜひ次回もお楽しみにお待ちください、はい、お願いします、はい、今回はこの辺でご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、またね、バイ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 、ハートー